ボセオの分布図、交互、文語両方が、ボセオを主に交互が、ボセオ交互に、ボセオと、トゥテオが併用ボセオなしある全チングへのスアイレス。看板の文、ケリスコンビアル、ベニー、エークラーロ、のうち、ケリスとビニーは、ボセオ的な使い方であるエルサルバドル。看板の文、ペディア・キトン・フルヤ、のうち、ボセオ的なピディと、ティーが同時に使われるボセオとは、 スペイン語において二人称単数の代名詞にトンの代わりにボスを用いることである。ラテンアメリカの一部で行われており、特にアルゼンチンウルグアイパラグアイ3カ国においては、ボセオが標準的な使い方である。ボスは伝統的なカスティアのスペイン語では継承として用いられ、二人称複数形の動詞の活用型とともに使用された。しかし、現在は、新章内詞は、 別称として用いられる。ボセオの起源については、アンダルシア方言や、ガリシア語など、諸説がある。動詞の活用は中世スペイン語におけるに、認証複数型を原型とし、一部時制において t とは異なる活用型を用いるのが普通である。つまり、活用語尾が引くアデス、イーズ、アイズとなる形式で、母音間の優勢破裂音 d が消失したため、例えばある動詞では、 綴り字は t に対する形式と同じになるが、アクセントはもともと活用語尾にあったため、d が消失した後もアクセントは活用語尾に落ちる。アマールの活用 t、amazbosamazbisotrasamiz 上記の例はアルゼンチンの標準的な文法によるもの。ボスの活用型は地域によって異なり、ベネズエラではボスア a m ズ z のようにビ i s o t r a s と同じ形を用いる。 また、ボスエエメイズのように T と同じ活用型を用いる地域もある。チリでは動詞、ボセオという現象が見られる。つまり T とボスの両方とも使われているが、それに続く動詞は、ボスの活用型となっている。例えば、前述のアマールの活用型はチリでトニアマイの方が一般的である。アルゼンチンでに認証単数は、ボスとステッドの2つが用いられる。 その他の地域では t、ボス、ステッドの3種類が用いられることも少なくなく、この場合、ボスは t よりも砕けた表現として、ごく親しい人に限って、または別称として用いられる。ボセオの地域の一つであるコスタリカでは、ほとんどの場合ステッドを使い、t もほとんど使わない上、ボスの使用頻度もアルゼンチンよりはるかに限定的で、個人差により、 ボスを使ったり使わなかったりする。ラテンアメリカでは二認証複数は神称、新章、継承の区別なくステレスを使い、ビソトラスは、ボセオの有無にかかわらず全域でほとんど用いられない。過去、継承として用いられたが、現在では、新章内詞は別章に変化したに、認証代名詞として、日本語には、貴様が存在する。ありがとうございます。